い。これから始まる悲劇に誘われるかのように。あ、そうなんや。はい。始まったオープニング今から。今から始まったな。伊勢志摩ミステリー案内、偽りの黒真珠。トロフィー取った。そうだ、伊勢に行こう。事件発生から2日目。おお、伊勢までやってきました。いや、思ってたり、遠かったですね。はい、どうも、バテモス協会でございます。というわけで、今回も、伊勢志摩ミステリー案内、偽りの黒真珠。ついに伊勢に上陸いたしました。じゃやっていきたいと思います。思ったより遠かったです。遠いやろな、そんな。東京から車で運転、だいぶ疲れてしまいましたね。ここ、伊勢駅で少し休み。車で来たんかよ、お前。マジかよ。大変やな。東京から伊勢まで車ってそりゃ遠いやろ。ところで先輩、せっかく伊勢まで来たからにはまず お伊勢参りですね。あ、いやほら、あの玉が入った巾着の正体を調べるにはもってこいの場所じゃないですか。聞け、話聞きそうにいません。調べろ。鳥居、比較的新しい鳥居ですね。駅舎、見た目は随分シンプルな駅舎です。ちなみに伊勢駅ではなく伊勢市駅です。周り観光客がいっぱいいます。さすがは観光地ですね。見せろ。いや、おんやろ観光地。呼べ。マジかよ、もう。じゃあ場所移動、もうちょい休んで集まって行こうって言っても店前で行こう言うてんけ、お前。じゃあスマホで調べるや。じゃあお前、伊勢志摩調べんちゃうんか、伊勢神宮調べんちゃうんかよ。持ち物を見ろ。巾着と玉、上の履けない被害者の調子に巾着袋は浜なんとか神とかっていう、それは知ってるけどもやな。聞け、いないのかよ。じゃあ調べろや。じゃあ鳥居のそばに植え込みがあります。調べろ。植え込み何か落ちてんのか、偶然。植え込みの中に何か光るものがあります。お前、そんな偶然あるか。植え込み、そんな偶然植え込みから手がかり見つかったらびっくりするわ。調べろ、光るもの。おや、なんだろうこれ。すげえな。もう用意されたかのように何か出てきたぞ。ブレスレットです。誰かの落とし物ですね。ところどころ真珠が調べています。お前、こんなに前ジャストなものが見つかるか。そんなところから決して安いもののような感じではありませんが、落とした人は今頃すごく困ってんじゃないかな。駅にでも届けておきますか。お前警察やろ。お前が使っとけば駅に届け。でもお前警察に来るやろいずれ。来へんのかな。ずっと落とし物で扱ってんのか駅は。それ渡すのです。誰、ありがとうございます。てっきりなくしちゃったと思った。よかった。お前犯人か、もしくはアシスタントについて来てくれるかな。あ、これここで売ってましたよ。何調べますか。じゃあ鳥のそばに植え込みあります。じゃあ聞け。名前、あ、私名前はたまみ。真珠の玉のたまみちゃんですか。お前めちゃくちゃ前あのこじつけてくるな、名前を。たまみちゃんか、素敵な名前だね。偶然とかねえのかよ。おかしいやろお前は。ちょうど私、俺たちも玉を求め、玉を調べにこっちに来たんですとかないんかよお前。聞け、ブレスレット、それ私のです。いや知ってっけど、たまみのこと。え、私のことですか。東京のビーズ、東京から来てね、お前も大学に通ってます。年齢は21歳です。実は私、伊勢の南側にある島の出身で、帰省でちょうど今伊勢市駅に着いたばかりなんです。聞け、島へ帰省する前にお伊勢前に寄ろうと思ってここにおりました。聞け、ブレスレット、それ私のですよ。見せろ警察手帳。いたずら警察手帳見せるのはやめておきましょう。お前なんか見せろって言ってたよ。これってあなたのブレスレットなんですよね。ちょっと待ってください。ほら私の写真、スマホの画面に拡大してよく見てください。これでも私同じのつけ、これでも私同じのつけてます。私ジュエリーデザイナー目指していて今勉強中なんですけど、実はこれ私のハンドメイドなんです。自分でアクセサリー作るなんてすごいね。ハンドメイドなんで他にこんなやつがねえだろう。言ってこいつが犯人じゃん。じゃこいつ犯人やな。こいつが犯人やと思う。俺大したことないですけど、初めて自分で作った思い出の品なんで大切にしていたんです。本当にありがとうございました。いやそれほどでも、ははは。でこの剣はこいつに惚れるんだろうな。好きだったのに君が犯人だったとは、みたいな流れなんじゃないの。スマホ使え、カメラ撮っとけ。かわいいから隠し撮りはいけませんよね。撮れや。いや聞きや。じゃあカメラ撮ってえか。分かった。もうさっき聞いた思い出の品。
調べろ。玉身は調べられへんのかよ。見せろ。もう渡してしまいました。じゃあブレスレット見せろって言ってない。じゃあ違うもん見せるかもしれへんやけ、お前。呼べ。じゃあどうすまんすか。検索。もうネット検索させや。どうすんだろう。じゃあ持ち物を見ろ。ちょ聞け。玉身のこと。お伊勢参り。いいけど、もう行くんかな。お伊勢参り行こうか。じゃあ先輩、そろそろお伊勢参りに向かいましょう。あ、一緒に行くんや、じゃあ。あ、お伊勢参り行くんでしたら、ブレスレットを拾ってくれ、お礼に私が案内しましょうか。やった。ちょうど私もお参りするつもりだったので、さあ行きましょう。1時間後。お伊勢参りも無事済みましたね。では私、別の用事がありますので、ここで失礼します。ありがとうございました。あ、行っちゃいましたね。しょぼぼんや、顔が。可愛い女の子でしたね、先輩。めちゃめちゃデレデレしとるかな。実は参拝ついでに中で売っていたお守りとかを調べてみましたが、黒い玉の入った巾着袋と同じようなものはなかったです。先輩、ここから北へ続くお清め町にはたくさんのお店が並んでいるようです。はい、ここで、まずは腹ごしらえ、もといお店の人にいろいろ聞き込みしましょう。聞け。ここにはいいんやな。調べろ。周り観光客おにぎわいです。先輩、迷子にならないでくださいね。お前や、それ。とても大きい鳥居ですね。鳥居の向こうには木製の大きな橋がついています。見せる相手がいませんやな。スマホ使える。検索。何でもね、もうええやんけお前。じゃあ行くか。場所移動。お清め町。ここがお清め町です。たくさんのお店が並んでいます。聞き込みしろ。どこで誰に聞き込みをすればいいですか。ここで誰かに聞き込みをすればいいんだよ。レトロな雰囲気のある街並みです。我が家とうどん屋とお土産屋があります。奥の方にはおかめ横丁という一段と賑やかなエリアがあるそうです。じゃあ場所移動。おかめ横丁。ここがおかめ横丁です。とても賑やかなところです。調べろ。街並み、ずいぶん賑やかなところです。寿司屋と茶屋と肉屋があります。このエリアの中央には櫓のような建物があります。聞き込みしろ。あ、これできない。じゃあ戻れるか。お清め町櫓。これお清め町ちょっと、じゃあ聞き込みできるのかな。ここでも聞き込みできたんかな。あ、いけるや。はい、ちょっとお店に聞き込み行ってみます。数分後、程よい甘さのこしあんと柔らかいお餅が飽きのこない美味しさで何個でも食べられちゃいます。食うてきたら試食。で、なんかお店の人は例の巾着袋と同じようなものはここで見たことないそうです。そのうどん屋。ちょっと店まで聞き込み行ってきます。数分後、柔らかいうどんと甘いから伊勢うどんがよく混ぜて食べるととても美味しくて何杯でも食べられちゃいます。食うてきたら、じゃあお店の人は例の巾着袋と同じものはここで、一緒のことかよ。伊勢観光大使か、お前は。観光案内しすぎやろ。ちょっと店まで聞き込み行ってきます。数分後、先輩、新人の名義やお守りなんかも置いてありました。例の巾着袋の名も置いてありませんでした。コンビニ、ちょっと店まで聞き込み行ってきます。数分後、コンビニの周りに合わせてレトロな木造の建物になっていて驚きでした。じゃなかった、お店の人は例の巾着袋の名もここで見ない。結局何にも聞き込めてへんやんけ、お前。アホか。何にも聞き込めてへんかな。あ、間違った。聞き込みしろ。もう何やね、伊勢の PR ゲームかよこれ。数分後、カツは甘くなって食べ応えがあり、タレに漬け込んであるせいか臭みもなく酢飯もさっぱりして美味しかった。手ごね寿司みたいなやつかな、確か。じゃなかった、お店の人は例の巾着袋同じものを見ない。全然見たことないやろ、どうせ。ちょっと店の前に聞き込みてきます。数分後、みたらし団子はもちっとしたっかり焼きたて香ばしくとても美味しいです。何本でも食べれる。知るか。例の近所も同じもん。絶対見てないやん、今日お前。絶対見てないやん。あ、おじゃ、みたらし団子いいや。あった。やった。じゃあ見よう。ありがとう。みたらし団子でありがとう。むずいでしょうかね。一緒のこと言うとるかな。それはちょっとありがたな。肉屋さんは？肉屋って微妙やな。近江牛か、近江牛じゃないやったっけ、滋賀県で何牛やったっけ、これ牛肉、あれか、
何やったっけ、松阪牛かとか、これだけ牛肉うまみが出て全体的にしっとりとして甘みがあり小ぶりなので何個でも食べられちゃいます。じゃなかったお店の人は例の巾着袋同じものの一緒やんけ、全部もう調べろ。寿司屋で伊勢名物の酢飯の上にカツオ漬けのせて手こね寿司、やっぱそうやな。茶屋五郎丸茶屋という茶屋です。もうスポンサーかよお前と、お前これこのゲームの豚投げという和牛専門店です。店内食べる牛丼の他にテイクアウトのこれもう、はあ、調べたりやるごとにもう PR されるな見せる相手はいません。じゃあどうすんだよ、じゃあ矢倉行こうか。よし、ここは矢倉です。大きな太鼓置いてあって時々演奏にされるそうです。このみたらし団子本当美味しいね。先輩食べながら代わりに食べて、食べながら代わりに食べてあげましょう。ちょっと団子の袋貸してください。ドゥーンとした、あ、僕のみたらし団子全部落っこっちゃった。あ、ごめんなさい、まだ女の子出てきた、撮影夢中になっちゃってて、あの肩からああやってかけてる、そんないいやろ今時いるんかな石田純一か昔のテレビディレクターぐらいしかやってないやろ肩からで。気にしないでください、大丈夫ですから聞け名前。私の名前はカナです。本当ごめんなさい、カナのこと。東京にある写真専門学校に通っているフォトグラファーを目指して勉強中の21歳。21歳です、高いな。調べろ太鼓、大きな太鼓があります。叩いたらさぞかし大きな音が鳴り響くでしょうね。あ、先輩買っていただいてダメですよ。周りほんの少し前まで太鼓の演奏があった、演奏会があったようです。今はベンチに座って休んでいる観光客が少しだけいます。見せろ警察庁。もうなんでやねん、見せたらええやんけ巾着、見せたらええやん。お前そ寿司屋とかに適当に見せとんねん、この子ぐらいに見せろよ別に。かなこと、ここは以前にアルバイトで雑誌編集の手伝いするために来ました。実はこの伊勢島あたりには中学生の頃まで住んでいまして、だいぶ詳しいですよ。今は仕事中なので失礼しますね。あ、どこ行っちゃった、今日は可愛い女の子が続けて出会えて、なんだかついてますね、デレデレすんじゃないよ。特にこの辺りに例の袋と黒シーンの手がなさそうで、一旦鳥居前も、もう勝手に連れて帰るな。お店前に行くじゃんと鳥居の前では戻ってきました。車の駐車場も近くです。黒い玉の入った巾着袋、同じはここにありませんでした。あとは巾着袋に書かれた浜西真珠、浜宮真珠、浜月真珠、直線話に聞きました。最初からそこ行きゃよかったんじゃないかな。浜にしか行くわ。来た。ここは浜西真珠の工房です。聞け。話は聞けそうな、いませんね。調べろ。周り。活気が残っていますね。工房。なかなか歴史を感じる建物です。工房の中。工房の中は人はありません。人気はありません。呼べ。工房の人、工房の人はいるんですかね。何をしとんやな、怖、声がダミ声やな、もう音からして。われたらここで何しとんやな。70歳も声をかけて、おばあさんが声をかけてきました。すいません、あなたは。私はこの工房にできた頃から働いてる梅や、われとらは、われとらはって言うやあなたはのが近づい短い、われとらね、えげつないな。すいません、私こういうもんですが、少しお話伺いませんか。ほんと、これ警察もんかいな。えげつないな。調べろ。どうすんだよ。仏の写真。ちょっとこれを見てください。この男知っとる。知っとんのかよ。早いな、展開が。本当ですか。先生、聞きましたね。幸先のいいスタートになりそうですね。いや、お前、飯食うてばっかおったかな。全然スタートうまく切れてないぞ。で、梅さん、この仏どこのどなたですか。確か名前は絶対思い出せん。元冬木、あ、忘れたんかよババア。斜め45度に角にぶつけてこい頭を。間違いなく見たことある。でも何も思い出せん。何にも思い出せんのかお前、顔だけでめちゃくちゃ顔怒ってるし。いや、我々の連絡先を教えておきますよ。思い出したら必ずこれ、後にいいタイミングで教えてくれんやろうな。巾着袋。ちょっとこれ見てください。
80年生きとるけどこの袋は見たことないわ。そもそも布の生地がうちのとはちゃう。それ牛では黒真珠扱うことは袋も黒真珠もほんまに白傘で出るよ。なんやねん、わからんやん。ボールペン、はい、うちで使ったのもちゃうて。もういいか、もう聞くことないが、黒真珠うちでは黒真珠は使っとらんと。工房のこの工房で働いてるのは梅さんだけですか。あ、そんなわけないやろ。うちだけで何ができるんさ。店のもんは一人おるけど、今出とる、今日は夜まで戻ってこい、夜に戻ってこいよ。奈良さん方にも お話を聞いたい、またお伺いします。一応連絡先を残しておくので、後でその方にもお伝えください。もうこんなもんか、全部やったな。場所移動しようか。じゃあ浜宮行くか。ここは浜宮真珠の工房です。調べろ。海、リアス式海岸のアゴ湾に面していて波が穏やかで、最近はリアス海岸というそうです。リアス海岸ってリアス式海岸じゃないや。周り海の上に真珠の養殖場と工房と思われる木造の建物があります。呼べ中の人。ごめんください、もう誰もいないようですね。出直しましょうか。聞け、誰もいいんやろだろうね。なんかあんのかな。周り養殖場、一応養殖しているところで、どうやらあんなに、どうやったらあんなに綺麗な真珠ができるか不思議ですね。工房、真珠を作るための作業を行う場所のようです。いや、そう分かっとるわ。時計のないようにシーンと沈め返っています。留守でしょうか。留守誰もおらへんって言ったよ。周り、じゃあ場所を移動すか。浜月、あ、月のマークついてるわ。聞け、いい日のかい。調べろ、周り。シャッター商店街なんて通行にもいません。場所はここであってと思うが、現在もう営業してないんです。マジかよ。呼べ、マジかよ。何もいいのかよ。ないのかよ。スマホ使おうか。何でもネットケースのひどいな。で、場所移動、浜西、帰ってきたな誰か。マルトラまた来たんかいな。聞け、仏の写真、間違い見たことある、でも何も思い出せへん。調べろ、場所移動。これで浜宮行ったん、帰ってきてんの誰か。誰か帰ってきてっかな。こぶのか、マジかよ。どうすんだよ、またこんな感じになってきたよ。聞け、調べろ、養殖工房。やつは分かってるって。養殖場、あのババアいかないかな。行ける場所がないもんな。場所移動、浜月なんかあんのかな。調べろ周り、調べろ。浜月真珠現在も営業しでも浜西でな、それなりにフラグ立てなあかんのか。だってこいつしかいいもんな。着とたま、そうなるとこの袋は浜にしかめん、どっちかになるんですね。納豆、納豆な、あ、言った。え、いや、おばあさんの言う通りはこの袋は浜宮真珠さんか浜月真珠どちらなのかなって。だけど浜月さんとかもう店畳んどる言うて誰もおらんに。ほら、あの大きい真珠の会社に引き抜きっていうのをされてしもうて。へえ、どこですか。あれさ、あれ、あの、ほら、何やったかな、びしょびしょやったかな、雨に降られたような名前はあったんやけどな。よくはね、そこら辺も含めとりあえず聞きに行ってみます。え、どこに聞きに行くの。聞け、びしょびしょ、アムツキさんとか引き抜きされた大きい真珠の会社や。え、場所移動、びしょびしょ、浜月でしょ。浜月行ったらいいのかな。聞け、いいな。じゃあ浜西行ってみる。浜宮か。あ、いる。あれ、これおかみさんちゃうの。この人おかみさんじゃないの。医者に何かご用意した人出た。でもまだ我の身分見せろ。やっとかよ。
我々こういうものですが、少しお話を伺えますか。私に何か聞け、名前、お名前を伺ってもよろしいでしょうか。私は浜宮咲子、ここ浜目真珠の社長をしています。私の父の代がついている真珠養殖会社です。先代である夫の後を継ぎ、私が経営者となって4年になります。いろいろとあって経営はずっと厳しいですが、なんとかやっていきます。見せろ、仏の写真の店か。あ、知ってるわ、知ってんだこいつ。うう、ごほごほ。あ、すいません、気分が悪くなってしまいますね、申し訳ありません。死体の顔じゃない、顔知ってんでしょ。こちらこそごめんなさいね、私こういうの苦手で。いや、こちらこそ配慮が足らずすみませんでした。なんと言ったらお気の毒に。亡くなったんですね、この方が。いつ頃亡くなったの。死んでるって分かるような、分かり、明かり様に、明かり様に分かりやすいやつ、この顔なから。実は発見されたのは昨日で、東京の上野で亡くなりました。まだ事故か事件か分からないんです。聞け、先代のこと。4年前に亡くなりました。創業者、小浜宮真珠を始めたのは私の父です。幼い頃から父の真珠養殖を見てきました。仏のこと。この方、ご家族などいらっしゃらないの。ええ、まさに今そこら辺を調べているところでして。父じゃないのかよ。見せろ、巾着と玉。かすれていますが、浜なんとかとか、 浜なんとか真珠と書かれています。あの、確かにうちが昔使っていた袋と似てなくもないけど、これがどうしたんですか。実は亡くなった方の持ち元にこれがありまして、この袋の製作元を探していまして、ここに書かれている浜なんとか真珠という文字の手がかりをここへ、手がかりがここへたどり着きました。そうですか、聞け、巾着袋。ちょっとしたら父の代のものかもしれません。少なくとも今は使っておりませんし、私は存じません。巾着袋の中に入っていた 黒い玉についてはどうですか。これは黒真珠ではないかなと。黒真珠は私のところは扱っていますが、これがうちのものかどうかはさすがに私でも分かりません。マジかよ、思い当たることだな。これらも何か思い当たることありませんか。何でも構いませんので。そう言われましても、何だ今帰ってきたよ。あれ、たまみちゃん、ここの娘めちゃくちゃ世間狭いの。あれ、なんでここに。ちゃ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 、おばさん、お世話になります。おばさんちね。あれ、かなちゃんも、あれ、まさに、お前らどらなっとんねん、お前、狭すぎかよ。かなちゃん、これはどういうこと。あ、いや、まあまあ、いいじゃないの、細かいことは。私が説明しますね。これは私の実家です。私とかなは幼馴染で、今は東京でルームシェアしても、すっごい狭い世の中。こっちにいる間は、私とかなはここに泊まるんで、途中で待ち合わせして一緒に行きました。それ、どうしてここに。お母さん、お土産買ってきたよ。カナと一緒に選んだの。あら、たまみ、カナちゃん、ありがとう。おばさん、早くお土産の包みあげてみ、きっと驚くと思うから。先輩、もはや質問できるような雰囲気じゃないですね。今日のところ、引き上げましょう。マジかよ。引き上げんの。どこ行きゃいいんだよ、これ。あ、で、浜月、夜に帰ってくるかもしれない。じゃあ、あそこシャッター街か。ないか。なんもないでしょ、別に。なんもないでしょ、別に。何もないでしょ。シャッター商店街。イメージで。いんのかよ。やば、順番に上からやっていったらいいんやな。そういうことか。いや、呼べや、じゃあ。マジか。あの、すみません。何でしょうか。聞け。浜月真珠。これは確か1年ほど前会社を閉めたみたいですよ。聞け。はい。調べろ。通行に。この辺り住んでいる住人だと思われます。調べろ、周り。親、自転車を止めて向こうから気だるそうに歩いてくる男がいます。男、とても気だるそうです。現在はもう営業してないようですね。聞け、男のこと。あれ、あの人、浜月さん。いや、ここの人、あの人に聞いたらね。もう行っていいかしら。あ、はい、ありがとうございました。早速男に声をかけてみましょう。呼べ、男。あの、すみません、ちょっとお話よろしいですか。気だるそう。店の一面閉めちゃってるよ。店の警察手帳やな。警察警視庁のゲー。え、逃げた、追いかけろ。絶対こういうキャラいるよな、こういうゲーム。お前、止まれ。あの、ポートピアのトシオみたいなやついるよな。くっ
そ、先輩逃げられちゃいました。うん、なんか落としていった。あいつ自転車の中からこんなものが落ちてましたよ。またかよ。100円オフの割チケット、みちるの湯と書かれた浴場の割引券みたいな、近くの銭湯ですからね、調べろ。割引券、みちるで書かれた浴場の割引券みたいです、近くの銭湯ですからね。スマホ使え。みちるの湯検索をし、みちるの湯を検索してみる。あ、ありました、ありました。ですね、この近くにあるいわゆるスーパー銭湯ですね。聞け、いねえのか。場所移動、行けないのかよ。どうすんの、調べろ。どうすんだよ、行けや。じゃあ行けや、みちるの湯行けや。みちるの湯行かへんのかよお前。なんだ、行かへんの、行け。調べろ。誰か見られてる気がします。マジかよ。あ、そこにいた怪しい男が僕と目が合ったとは逃げました。さっきのやつじゃないのかよ。怪しい男がシャッター商店街の中に姿をくらましました。明らかに不審な行動です。追いかけてみましょう。場所移動、商店街でいいかな。怪しい男はどこに行けたんでしょう。いや、これもう何これ、ダンジョン的なやつ。場所移動、でも上から順番行くか、北東とか行くか。うわ、絶対わからんやつやんこれ。聞くやついんの。場所移動、東、あれさっきもここ行ってた。マジかよ。南、なんだよもう、このタイプかよ、だるいな。じゃあもう一回来たいっか。空いてる店が少しだけあります。調べろ周り。場所移動、西行ってみよう。じゃあおばあさんがいます、聞け。スマホで調べてみるか。じゃあ聞け、おばあちゃんに。怪しい男見かけませんでした。われとらい以外でか、んならさっき男が東の方へ走っていったわ。調べろ。この商店街マップがないか検索してもあるわけないよな。で、あった。ここは商店街の中央に北の、中央北のようです。そうな。だから、入り口に戻ったよ。マジかよ。目撃情報が途切れないように行けってか。どういうことよ。じゃあ北行ってみるか、とりあえず。じゃあこれもう左右行ったもん。北に行くか、じゃあ今度。もう一回じゃあ北行ってみるか。今度、北は行ってないな。おばあさんいます。聞け。はい。割れていかないでよ。さっきの音が東へ行ったでしょ。場所移動。東。東行ったよ。聞け。見かけませんでした。あとは、はいはい。南の方行ったで。あ、だから人がいるところを全部たどれってことかな。場所移動、南。ここはもう一回南か。じゃあ人がいるまで行けってことかな。おじさんがいますね、聞け。怪しい男見かけませんでしたか。さっき西の方へ、こっから場所移動、西。シャッター商店街入り口です。怪しい男どこにいるんでしょうか。目撃情報が問えない。西行ったやん。場所移動、西。このまま西かな。じゃあ制服着た学生がいます、聞け。怪しい男見かけなかった、なんだよ急に、びっくりしたな。北の方へ行ったよ。じゃあこう北、さっきまでいた場所と同じような街並みです。ここもう一回来たかな。じゃあ目撃情報によるとこの辺りに逃げていたようですが、調べろ。いた、物陰さっき見かけた怪しい男がいるから、こういうところに逃がしません、捕まえろ。ケン、誰やねん、あなた僕らのことをつけ回し、何か用ですか。あ、いや何のことですかね。とぼけたって豚ですよ。あは、さすが国家権力にはかないませんな、警察でして。私は西沢という、西沢光一。フリーである事件をずっと追う正義のルポライターです。まずは西沢の話を聞いてみましょう。聞け。ある事件。飯の種を教えるわけにいかない。でも、刑事さんがさっきから見せ回っているその袋をちょっと私に見せてもらいますよ。じゃあ見せるか。しゃあないな。はい、巾着と袋。何か知ってるんですか。袋についてよくわかりませんけどね。この玉は宗月っていう、確か大した品かもしれません。聞け、宗月。
宗月何ですかそれ。おっと島まで来て宗月も知らない、知らないんですか刑事さん。参ったな聞け。宗月とはこの辺りで生産される真珠のトップブランドの一つで、最近ヨーロッパの王室やセレブの間でこの宗月をあしらった宝飾品が大流行しているんだ。なんでもティアドロップ型で独特な色味を持った黒真珠をペアで作れるのが最大の特徴で、そのブランドは日本の真珠メーカーであるレジビュー、あこれかな、あ雨の音みたいなレジビューや開発生産している世界的に有名な黒真珠です。ティアドロップ型、あティアドロップとは文字通り涙の滴のような形のことですよ、そんなにすごいんですがこの真珠は。すごいもん何もこの複雑で奥深い色味を天然で出せるのは世界中探しても鳥羽に本社を置くレジビューしかないって評判だ。黒よりも深い青だと、闇夜でも瑠璃のように光る黒だとか聞いたことないんですか刑事さん。はあすみません聞け。でも飛ぶように売れて生産も追いつかないもんだから値段も高騰する一方でね、我々庶民には縁遠い代物なんだよ。まあそんなことよりも問題なのはそれをどうして仏さんが持っていたのか。しかもこの真珠は多分売り物ではない。ちょっと待ってください、どうしてあなたが仏のことを。まあまあいいじゃないですか細かいことは。さておきこの真珠は状態から見ると最近作られた試作品的なものじゃないですかね聞け。レジビューには私も以前取材させてもらったんですが、ご親切にも社長直々いろいろ話してくれましたよ。まあもしレジビューで聞き込みするのは私の名前出さない方がいいですけどね。揉めたんかお前。おっともうこんな時間で私もいろいろ調べるのがあるんでこれ失礼しますよ。浜月みたいに逃げやしませんから、何か聞きたいことがあったら私に聞いてください。じゃあ石田さんちょっと待ってください、今後どうやってあなたの連絡を。もうなんだそんなことですか、大丈夫ですよ。ケイさんたちが何かを聞きたいときは多分私はそこにいます。じゃあ改めて失礼。ずっと常に温度かよ。ちゃっ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 ちゃ、どういうことですか。しかし一体あの人いつから僕たちのことを押し付けてたんですかね。ところでこの黒い真珠、宗月という真珠の可能性が高そうですね。とりあえずこの宗月を生み出してレジビューに行ってみましょう。はい大変だったな、いろいろたらい回しです今回も。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。パデモス協会でした。ご視聴ありがとうございました。